開港広場公園は神奈川県横浜市中区山下町にある都市公園である。開港記念広場とも呼ばれる。日米和新条約調印の地で石碑が残る。1854年3月3日。マシューペリー帝徳は現在横浜開港資料館の行動がある付近の応接所で日本、川前県委員との間で日米和新条約を締結した。 これに先立ち、同年2月23日には幕府に献上するための記者模型の試運転。その翌日には、電信の送信実験が行われ、日本人が西洋の実情を知るとともに、日本の近代化の幕を開ける契機となった。横浜が交渉の地となった経緯として、鎌倉か浦賀を交渉の場とした意図する幕府側に対し、首都である江戸で行うのが、 国際的な観光であるとするペリー側が江戸湾の奥まで艦隊を進めた結果、幕府側の妥協を引き出したものである。実際には江戸付近は水深が浅く、町を艦隊の砲弾の射程距離に収めるには危険があった。横浜は十分な水深と艦隊を停泊させるスペースがあり、湾港からの波浪が本木岬により防がれていることから、 条件は良好であった。幕府側にとっても、江戸や東海道の宿場町の神奈川に入れずに食い止めたことで、メンツが立った。昭和中期には、モータリゼーションによりこの付近は道路となり、和親条約の石踏みは、ロータリー交差点の中に置かれ気づく人も少なくなった。隣接する旧イギリス領事館が横浜開港資料館となるのを契機に、 開港の地にふさわしい場所に整備されることが計画された。ロータリーを信号制御に改め、車道を整理して歩行者の動線を広げ、広場の中央に噴水を配置した。工事中に発見された下水道の遺構は、上部から見学できるよう透明のガラス板が設けられた。1982年に開港広場公園が開園し、1985年には、 横浜市主催の第一回町並み景観賞を受賞した。日米和新条約締結の地の石踏みや噴水のほか、1882年頃に築造されたと考えられるレンガ造りのマンホールと下水道の遺構がガラス越しに見学できる。これは1982年に公園の整備中に発見されたもので、国登録有形文化財に登録されている。 園内に展示、保存されている大砲は、外国人居留地90番地にあった、スイスの商社、シーベル・グレンワールト商会が扱っていたもので、1959年に、同社社屋の基礎工事中に発見され、2003年に、市に寄贈された。園内の時計塔は、1891年に、大桟橋に建てられたポールを模したものである。大桟橋の付け根にあり、 旧来からの横浜港の中心部に位置する。正面の開港広場前交差点は、北東の大三橋、北西からの海岸通り、南東からの山下公園通り、南西からの大三橋通りが交わる交差点で、国道133号の起点でもある。東側は大三橋通りを挟んで、シルクセンター、北側は海岸通りを挟んで、北欧料理店。 スカンディアなどが入る横浜貿易会館に隣接し、その背後はゾウのビッパークとして整備された。南西側は横浜海岸協会に接する。ありがとうございます。